はい、どうもこんにちは、カーネウです。さあ、続きの方やっていきましょうか。前回はね、七面武者というボスにね、ボコボコにされてたんだけど、動画ではかなりカットしたんだけど、あ、実際ね、最初の一体は1時間くらいかかってるからね。で、先を進める前に、どこだっけ、こっからかな。あー、あったあれだ、ここ行って、この穴落ちるんだけど、で前回じゃねえな、ずいぶん前の動画、何パート目か忘れたけど、実はここにね、NPC がいたんだよね。どんな感じかな、こんな感じの、なんだっけ、クロウガサのなんとかっていう人がいたんだけど、で、その人、どうやらね、俺が持ってない義手リングを、売ってる人だったらしくて、どうやらね。で、もういないわけよ。どうやらね、進めたらね、今のこの状態まで進めてしまうと、なんか死んじゃうらしい。なんかね、アイテムを買わないといけなかったらしいんだよね。そしたら、この人が、その後も、いろんなとこで出てくるみたいな感じだったらしいんだけど、俺はアイテムを買ってなかったので、これ死んじゃったんだよね。で、その義手リングはゲットできないのかっていう感じなんだけど、実はここに落ちてて、この、根性鉄壁でいいのかな？多分、どうやら傘っぽいなんか義手リングらしくて、これどうやらめちゃくちゃ強いらしいんだけど、で、ゲットできたという感じだね。お金も払わず。この商人は死んじゃったんだけど、で、前回の動画でなんか、なんだっけ、自分に修行をつけてくれる人の横のなんか、漂流したらなんとかみたいな場所があったと思うんだけど、あそこでなんか対空忍術の書があったんだと思う、あったと思うんだけど、どうやらこの人が売ってるやつらしい。売ってたやつらしい。だから多分商人とかが死んだら、ああいう重要なアイテムとか、もうこの人しか買えないよみたいなアイテムは多分そこに流れ着くようになってるんだろうね。なるほどって感じだわ。一応あれだね、義手リングをゲットしたということなんで、仕込んでもらいましょうか。仕込み傘ってやつが、相当強いらしい。なんかね、書いてある通りなんだけど、下段攻撃以外を、ガードすることができるんだよね。だから相当強い。しかもなんか、敵の攻撃に合わせて、あれだね、弾きができると。で、刀の弾きよりも攻撃に合わせやすいと。なんか、ボス戦ですげえ重宝するって書いてあったわ。とは言ってもな、多分使わねえだろうな。で、これでなんか、すべての義手リングが揃ったらしいね。全部で10個か。強化もしていかないとな。ただお金がないんだよね。あんまりお金持ってないからな。ただ今のうちに使っておかないとね。何がいいんだろう。とりあえず爆竹は結構強いから、爆竹と爆竹だけだったね。爆竹しか強化できなかったわ。この辺になるともう、1500円とか2000円とかするね。相当強いんだろうな。なんかいろんな人具の、複造させたものみたいなのも多分あるんだろうね。で、あともう一つ、酒を振る舞うっていう欄があって、そういえば猿酒は振る舞ってないんだよね、仏師には。ってことは、猿酒は3つゲットできるってことだね、ストーリー上で。流線とか、
まあ、芦田お酒。で、芦田お酒って一番最初にあげたんだっけ、仏師に。確か。そうだよね。確かね。うん、全然記憶ねえんだけど。まず、猿酒はあげようか。うん。酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だが、これが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらははぐれ忍び、まともな士はもはやおらなんだ。故に落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに駆け飛び刃を交える、そのような修行を重ねた。じき猿と変わらぬほどには動けるようになったが、修行に飽きるとわしはこの猿酒を飲んだ。そしてあやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫。変わった指輪があってな、ああ、前そ回れゲットをしたやはつだ。めて指笛を吹くと、谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしはその音が好きでな、よう吹いてもらったものよ。なるほど。ああ、もう流星も震わっちゃうか。うん。まあ、エマとか、あと、一心さんに振る舞える保証がないからね、もう。振る舞っちゃいましょうか。真のヒロインは仏師ということで。酒を持ってきた。おお、流泉か。随分途上者だ。もらうとしよう。実にしみいる。やはりこれじゃ。よく道元と飲み交わしたもんだ。エマに酌をしてもらってな。エマ殿と長い付き合いなのか。ああ、随分前に戦場で拾った。戦場。じーっとずーっと握り飯を睨んできてな。面倒だからくれてやった。そしたら何やらついてきてな。それから なんだかんだあって、共に芦名に厄介になることになった。道元の養女になったのもその時よ。まあ、どこだろうが、忍びといるよりはよほど幸せじゃろう。確か猿酒を渡した時にエマが話してたことだね。確かね。なるほど。まあ、エマとの関係性も分かったって感じだではね。な、また。あ、来てるね。そっか、まあ、この人はね、この人と一緒に、まあ、南下するルートに送ったから、まあ、おかげで太郎が来というアイテムはゲットできないんだけど。旦那、あんたの目利きは最高だ。いいやつを連れてきてくだすった。力持ちな上、死体を漁るのもいとわねえ。おかげでまあ、武具がたんまり、儲けもがっつりでさ。もちろん、新しい品も仕入れやしたぜ。見ていってくだせ。おお。新しい品っつったらなんだ？この辺の飴か？ああ、八軒草ばかりも確か売ってなかったな。この辺の下のアイテム売ってなかったかな。旦那のおかげで足の商いは上り流。芦名一の商い人になる日もそう遠くないかもしれやせん。
旦那ももし困ったらうちで雇って差し上げやしょう。断る。早いって。釣れないお人だ。まあいいや、旦那、また来てください。これだけかな。おお、忍びさん。本に穴山さんはいいお人だな。戦で死んだ人たちを弔うためにオラを呼んだそうじゃ。全然そんなことないよ。嘘ついてますよ。鎧兜を取って差し上げて、体を清めてお墓を作る。このご時世でなかなかできることじゃない。え、何？お前そんなことしてんの？お前実はいいやつだったのか。いや、とりあえずここを、進めていきましょうか。おいお前。こいつら、こいつら敵対しねえのかよ、おい。お、敵対してる。ちょっと、まあ、見ておきましょうか。2対1でやるとこお前ら、どうしても戦いにおけないことしてんの。だから、俺も武士にか。むしろ置けるようなことやってるんだけどな。やよくやったぞ我が化身よ。あ、やっぱアイテム再発されてるわ。ここの敵めんどくさいんだよね。今日は割と見切りが調子いいな。ああ、ここで決まらなってるな。お、お前との戦いか。第一か。頑張って。いや、このクーのやつはちょっと強いよね。ちょ、食うな、お前。これ感染者なんだから、お前。あ、ただ。どうやら、これ食うんだよ、なんか。危機判定らしいね。うん。ちゃんとなんだっけ、キリで解除ができるらしいだから。お、なんか来たけど、これあれか？なんか違うともいる。ふざけんなお前。おい、二対一はお前ちょっとずるいぞお前な。お前二対一はマジずるいわ。そろそろ極めよう。てますね。いってえな。最悪マジで。うわマジかよお前。2対1はちょっとずりーわ。いやーちょっとだるいなこれは。先にこいつを やりたいんだけど。いやこいつどこ使うぜ。どっち使えばいいか。じゃやばい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 。ちょっと待って待って。いった。ちょっと強くなってんなこいつ。だから前回こんな動きしてこなかったのか。逆から来たらあれだな。なんかちょっと待って。くそー、これちょっと帰りたいなマジで。いやーくそ、いやきついわこれ。
これ2人相手はちょっとね、長弾抜きできついですよ。しかも1体ボス級だし。うわー、くそ、ちょっと。ちょっと待って、なんか俺、片耳が聞こえなくなった。ちょっと待って。ちょっと待って、なんか片耳がなぜか聞こえないんだけど、待って。俺のあの、あれだ、あの、あれが外れただけだ。あ、ちょっとあれだな。駆逐パーセンの出番で、出番とかって言っておきながらちょっと厳しいもんがあるんだよ。あ、ここだここだ、こっから入れるんだよね。ただあいつどこにいたんだあいつ、思ったけど。息子か。じゃあ誰だよ。知らんわ。分かった。いたお前、お前空気読め、お前見逃しやっからよ。こっちはボスが光ってるから。え、マジでこいつどこにいたんだ。そこにいた。ふざけんなよマジで。お前なんでそんなとこにいんだよ。絶対に印刷させない気じゃん。おい、これクソだな。おい、冗談抜きでやばいってこれは。いや、これマジきついぞこれ。いやおい、これマジずるくね、これ。急にクソボス出たな。なんだこれ。うわこれマジでクソだな。どうしよう。そう思ったけどやれたわ。1対1持ち込めたわ。ちょっと待って、お前ちょっと急にタゲを外させんな。お前ゲームの穴についてくるな。お前まず1回目当てろって。あっと、やっこんな感じでね、見切りができるんだよね、こいつのケリたちは。ちょっと危ないね。これは避けないと思うんだよな。簡単だよ。お前1対1で俺に勝とうとか甘い考えはなくした方がいいね。さあ、それは余裕なんだって。ちょねえ、マジで壁はめやめろよ。いや、今タゲ外れたんだよね。マジ最悪だ本当に。そっか、壁近くになると影外れちゃうシステム、ちょっとなんとかしてほしいな。ああ
かね、お前。お前も大変だろ。いやもうここは。やー来たよ。こいつをそれすんのかよ。他のやつらもねえ、やってくるから、まあ、こいつもしてくるんだろうね。いやちょっと自分の体幹が、これあれか、手裏剣にしといた方がいいのかな。あいつがどこを取ってきたら手裏剣を投げるような感じでやればいいのかな。終わっちゃうぜ、おい。まあ、挑戦は、二人いなきゃ勝てない。ザコメ。2対1持ち込むとするか、そうなるんじゃ。使用してこい。今のでね、ジュース弾も揃ったから、7まで来たね。何まで行くんだマジでこれ本当に。だもっ10くらい行くんかね、わかんないけど。